昭和ロマン。昭和をひも解き、懐かしんだり自慢したり、知らなかったことを学ぶコーナーです。大事なことがぎゅっと詰まった昭和の時代、懐かしい子供時代や青春の1ページでもあり、いろいろなことの始まりの時代。今よりずっと息で元気な人がいたような気がします。黒執事伊藤、おそらく青影、そして意外に負けず嫌いな自分に気づいた桃影、そして赤影金太郎、登場しました。よろしくお願いします。はい、はい、世代は違いども昭和を愛する今日は4人ですね。観客ありのスタジオで今日も、たくさんの皆さんにテラスで観客が、はい、いや盛り上がってますね。テラス盛り上がってますね。はい、はい、さあさあ、はい、さあ今日はね、ショートバージョンの昭和ロマンということになりますので、はい、最初に皆さんにですねクイズやります。じゃじゃじゃ、突然ですか、はい、負けないよ、はい、何のクイズだかね、ジャンルもわかんないよ。とにかく負けないよ。とりあえずね、じゃあ何でも勝つ方向で頑張ってください。はいはい、日本のシングル版の売り上げ記録を持っている楽曲、2015年3月現在、まだ聞いてないですよ。でもこれあれですね、キリンさんに勝っていただくためのコーナーだったんですか。別に分かんないです、分かんないです。何だろう、何だろう、何ですかね。疲れてる、もうね、自分たちでやって放り投げましたね、今投げっぱなし。ジャーマン、ジャーマン、投げっぱなし、ジャーマン。なんとなく僕分かりました。何でしょう。泳げたい焼きくん、ピポーン。すいません、当てちゃいました。はい、ちょっとローだ、黒猫のタンゴが飛ぶ。タンゴね。いや、なんかあの泳げたい焼きくんがやっぱり今でも記録は超えられてないらしいんですよね。まあ、だからそれくらいこう、あのあれだったっていうのと、あと、童謡と歌謡曲ってどっちだと思います。あれがですか。あのね、そう、泳げたい焼きくん、あのね、はい、なんか昔ってその税金の問題があって、歌謡曲認定と童謡認定によって違うらしいんですよ。違うんですか。うん、それね、あの歌謡曲でも童謡って言われる、童謡っぽく感じる、自分切って流れてたから歌謡曲、うん、実はですね、残念ながら童謡なんです。いや、すいません、当ててしまいました。すいませんでした。すいません、ぶん殴りましたけど叩かれてしまいました。なんで品川の税務署が、あ、これでも税務署が認定するらしいですよね。あ、こう聞いて、うん、これはロックだなみたいなもんなんか、一応なんか、適当だな、適当だな、いろいろあるらしいんですけど、そんな感じですか。あ、でもなんか、それによってあの歌謡曲だとなんとか税っていうのがかかるらしいんですけど、童謡だとかからないっていう。だってあれ買い取りでしょ。買い取りだ。志望正人さん買い取りで5万だけもらったんだよね。そうです、あ、そうなんですか。その後にでもあんまり売れたから別途に100万プラス白いギターもらったらしいです。ね、そうは言ってたけど、すごい。いやでもね、今でも売れてるらしいですから、そう考えると、もし印税だったらね、まさかそんなにかも。60年契約だよ。ああ、著作権とかですよ、ね。私もこんだけ入ってくるよ。マジですか。ちなみにね、B 面のね、なぎら健一さんの1本でも人参。それが B 面なんです。両 A 面みたいな扱いだったらしいですけど。なるほど、いいカップリングですね。ちなみになぎらさんは3万買い取りました。それは レコード会社が半券を持ってるってことですか。そうです、そういうことです。結構な商売ですね。いや、いい時代ですよね。いい時代です。あの、むしろ子供たちにはそっちの方が人気があったらしいですね。あ、当初は。サンダルその1本でも。でも、5本で5本で5本だと5止まりみたいな。忘れちゃった。そうですね、そうですね。さっきの先生に聞けばそうですよね。そうそう、ちょっと忘れちゃったなと思って。はい、ということでですね、じゃあ泳げたやくんを聞いていただきましょうかね。あ、ゲーム終わり。いや、もうこれだけです。これ以上続けるために収集者が出るので。でもみんな自分でクイズ2問ありましたからね。今日5分ですか。はい、ということで泳げたやくんを聞いてください。はい、ゲーちゃん歌って。マリアス、大役くんです。私こちらに向かって歌って。ゲンですって。ディナーショー、もう完全に体育会の部活の。そうですね。お前、歌えみたいな。ワンコーラスぐらいいけますかね。歌って、歌ますかね。近い、ギリギリ。毎日毎日僕らは鉄板の
上で焼かれて嫌になっちゃうよ。ある朝僕は店のおじさんと喧嘩して海に逃げ込んだのさ。なんだっけ。泳いだ海の底、とっても気持ちがいいもんだ。お腹のあんこが重いけど海は広いぜ、心が弾む。遠くてあんこが手を振って。俺もよく覚えてるな。ちゃんちゃん。無茶振りじゃないですか、これ。普通になった。じゃあ、立ち読みの中で読んで。立ち読み番長、青影つぶきよ。立ち読み、は愛でつながる文化である。本の中なら時代を超えての旅もでき、何もかもがシステム化した中では心が置き去りになるばかり。小さな書店には本を愛する店主がいる。もっとも本に近い人、誰らの話を聞かずして本が語れるのか、そこをつないでしまうのは青影のお役目でございます。はい、キリさん何ですか。今ケンちゃんだけが知らないんだけど、オンにしときました。マジか。応援乗ってましたよ、バリバリ。これね、どうなんですか。世界発信。やめましょうよ、これ。怒られますよ、下野さん。お金払わなきゃいけなくなっちゃうから。多分500円くらい払ってるんですよ、さっきの流れでいくと。そうですね、さっきのね、こう、比例の感じだと。はい、じゃあ500円チャインしときます。いや、いい美声で、ゲンさんの美声が。これ体育会系だったんですね、クリスタルって。そうですよ、なんか踊れ踊れの世界ですね。まあ体育会だったんで、自分は。違和感なしと。違和感なしです。さすがです。そうそんな中、今日ご紹介する本、皆さん日本語って難しく感じたことないですか。日本語ね、日本語喋れないですね。B 型日本語喋れないんです。あ、なるほど。日本語感情しか言わない。暑いとか寒いとか、あとは面白いとかですね。帰りたいとか。はい、帰りたいとか。日本語ってよくよく考えてみるとものすごく難しい類なんですけど、当然ながら小学校の頃から辞書って皆さん。うん、増えてきましたね、辞書。いいですよね。じゃあ辞書って誰作ったんだって考えたことなんですよ。辞書作る人。辞書作る人。辞書作る人って。え、そのって映画であったじゃん、船を編むってさ。そうです。はい。辞書。そうです。それだった。で、それの元となったお話、三浦紫音さんが書いたその船を編む、うん、その元になった方々がやっぱりいるんですよ。うん、今日、ご紹介するのは辞書になった男。剣坊先生と山田先生という、新明解辞典と三省堂辞典を作られた方々なんですが、聞いたことあるな。三省堂持ってますね。この三省堂辞典と大明解っていうこの2冊足しても3000万冊くらいになっちゃうんですよね。日本人の大半の人たちはこの先生たちが整理した日本語で勉強してるんです。なるほど、なるほどです。ちなみにこの剣坊先生、剣坊という先生、まあ、名字はそのまま剣坊なんですけど、見るに坊ちゃんの坊で、剣坊先生と山田先生は東京大学時代に同級生。で、もともと辞書を一緒に作ってたんですけども、とあるその日本語の解釈で仲違いをして、それぞれの辞書を作っていったんですよ。方向性の違いで。方向性の違いで。で、辞書っていうと、日本語の何たるかを語ってるようなイメージあると思うんですけども、この先生たちの主観がいっぱい入ってるんですよ。例えば、まあ、この中に出てくるんですけど、猿っていう言葉の中に1月9日、君と別れ立ち去ったみたいな例文があるんですけど、この2人が仲違いしたその日のことを書いてある1月9日の夜晩餐会の時にもう君とはやっていけないって決めた日、それが書いてあるの。それ例文になって例文として書いて聞かれた。面白い、そんな秘められた、そういう、だから辞書っていうとなんかこう世間一般的なことを書かれてるのが当然のような気はしますけど、書いてる人たちにしてみると作品なので、まあ、でもそうだよね。やっぱ自分の身近なところから紡ぎ出していったので、そういうエピソードが実は辞書の中にいっぱい隠れてる。まあ辞書をこう作るためには体感しないと分かんないんですよね。そうですよね。当然ながら、
またやりたくなっちゃった。クリスタル辞書って作クリスタル辞書まず肩書きがいっぱいありますからね。今日はヨーロピアンテイストとかもちょっとヨーロピアンテイストとか、あと何て言う、今日は音楽おもちゃ箱です。ミュージックおもちゃ箱、ミュージックおもちゃ箱、また新しいって出てきましたよ。一応来年カレンダー作ろうと思うけど、じゃあ下の辞書制作始めるんだって。だってもう肩書きだけでもいっぱいですからね、キリさんだけでも。下ピンク台風って何とか。そうね、僕も分かんないですけど、俺も台風って何ですか。すごそうなことは分かりますね。よかった、若風金太郎のゆえんとかね、まさかに担いだなとか、皆さんは添えてほしいですよね。そうですよね、ルーディーはどっから来たんだろうとかですね。ね、東の方からやってきた。すげえ漠然としてる。名前がどっから来たかっていう由来ですよ。面白いですね。じゃあ、ちょっと面白いですね。面白いです。深みがありますので、改めて皆さんまた辞書ちょっと開いていただくと、当然そういう見方するとね、面白いかもね。どんどん新しい言葉が足されたり変更されたりされてますから、はい。今時のこの言葉とかね。どんどん入ってきます。それでこの先生たちってやっぱワードハンティングって言って、もう無理やり全然違う世界に飛び込んで、あ、こんな日本語話されてる。あ、だからちょっとそれフルニャワムの映画でそれがすごくいっぱい描かれていてね、ずっと目を片手にこうやって撮って、ストイックな、また一つ一つだから本当にこう編むような作業で、あ、なるほどね、そうかそうか、なのでもうこの剣坊先生と山田先生とぜひ皆さん知っていただいて、面白い辞書を作った男っていうのをですね、ぜひ見ていただければなと思います。はい、今日はこんな感じでした。イエイ、見えないですね。はい。来週。エンディングですか。シングルいきます。無理じゃない？無理。厳しいですね。エンディングです。うん、さあ、クリステルがお届けする音楽番組は毎週金曜日の11時から12時、イレブンクリステル、ハートフルで魅力的な音楽と言葉の世界。番組への参加、リクエストなどは Facebook ページで募集しています。クリスタルレインボークラブページへアクセス、またはキリンホームページからでもつながりますよ。次の番組は Radio Jukebox、 DJ キノポップさんの登場です。チームクリスタルの番組情報、毎週花の月9は本気クリスタル、デリシャスなラジオ。水曜日14時はワンダフルな情報番組クリスタルシャワー、金曜日11時は音楽と言葉をつなぐ1時間、幸せな時間のおすわけイレブンクリスタル。第2月曜14時からはペットの情報番組クリスタルズーランド、ハートの温度1度アップ、ハートバトンリレー。そして10時からは、クリスタルアイランド、一部二部でお送りしております。さあ、泣いたり笑ったり困ったり驚くことも時にはあります。でも大体が嬉しいことなら全部素敵な人生のスパイス、クリスタルからの幸せな時間のお裾分け、音楽の魔法があなたの人生のお供をします。イレブンクリスタル、また来週。内容変えてるから。お疲れ様でした。新しくなりました。そうなの、そうですね。うん、嘘、あら、違う曲入ってきた。失礼しました。パネル買います。いや、フルは、一人食べてたりとか。